さ、あとここにあの平和を訪れしあれがあるんだよな。もしかしてあいつに挑むっていう話ないよな。まあ別にいいけどね。俺はあいつを完封できるほどの力を持ってっから、やぶさかではないが、ちょっとそんな気がしてならない。これかヘブラに平和を。ちょっと遠いな。ただまあ遠さ的にありえないか。まあキンググリオークをね倒しに行くっていう、そういうイベントがあっても俺は楽しいと思うけど、ね、100% 俺の足手まといしかならないから、何も手出ししないでほしい意味はあるけど、ね、そしてこの縦サーフィンが気持ちよすぎる。縦サーフィン気持ちよすぎだろ。あ、なんかテントがあるな。あれかな、あれはなんか料理版のなんちゃらってやつか。ここはなんかゴロン族もいるんだよな。これが珍しい。ただね、なんかめっちゃ寒そう。大丈夫、ほら震えてる。震えてない、いける。なんだリンクじゃないか。あんたとはまた会えると思ってたよ。おう、さあ、結構きつそうだな。無策で突撃したところで鉄橋餌食になるのが目に見えてる。鉄橋さえ排除ですれば魔物どもを小電波にしてやるか。まずは鉄橋を排除か。これ正面突破していい。ここ一回潰したよな俺。ていうか魔物の群れ、はい、これで、ね、これでまずは飛ばして、ちょっと待って、あいつら俺を見殺しにするのか。何もしないぞあいつら。鉄球も止まったからいいだろう。来いよもう。それか、あれしようかな。この鉄球食べちゃおうかな、俺。これを外して、で、スクラビルド。攻撃でしょ。オッケーオッケーオッケー。鉄球なくなった。突撃だ。やろう。まずは簡単な挨拶として、コーラスとか。はい。で、ここで、白銀以外の弱い敵を全部潰していくか。ここはボスボコだから、なかなかにヘビーな感じはしますけど。全然攻撃しないな、あいつ。何あれ。ボスボコリンが攻撃してるから攻撃しないとかそういうこと？おお、なんか暴れ散らかしてる。 OK、 へっしょう。で潰す。はいはい、かわして壊れそうか。ワンツー OK、 殺して。若干武器がなくなってきてんな。まあ片焼けに行くが、フリザエッジ、これ来て、フリザ、フリザ、あ、ゲイリアの武器を持つと。はい、これは一発で死ぬっしょ。 OK、 さあ、あとはボスボコぐらいかな。ラッシュタイミングは足を下げて OK。 フリザエッジの力見せてみろ。 OK、 強っ。フリザエッジ強っ。いやこれラッシュ強化の王家の剣が強いな。またかあんたには驚かされてばかりだよ。ほんとこれが天才ってやつなのかね。お礼だよ、あざす。100ルピーか。大台の3000ルピー。そして本部からも連絡があった。あたいたちだけじゃなくて他の討伐隊の連中もあんたに何度も助けられたらしい、らしいじゃないか。俺の品を預かっているんだ。あんたのためのいい刺激になれば本望だよ。本部討伐隊の記事、記事か、いらねえな。まあいいか。そして女神ハイリアのご加護、みんなで叫ぼう。女神ハイリアのご加護、心臓を捧げよう。そしてあとは残るは残骸のみ。あとそういえばあれがあったな、ボルドゴーマ倒さないとな。おそらく地底にいるであろうボルドゴーマを倒していく。ここがやっぱ怪しいかな。ここをまず行ってみるか。ただその前にちょっと武器を整えようかな。あいつからもらえる素材がまあ多分あると思うんですよ。それにつけるにふさわしい武器を持ってきます。まあボルドゴーマはゴロン族にいたまあ、ボスだから、まあ、そいつの素材にはこれでしょ。大ゴロンと、これに、まあ、おそらく出てくるであろう素材をつけて、まあ、ちょっと粋なことしてみようかなっていう、そういう感じです。見てますか、パーヤ。僕はずっとここでしゃがんでようかな。暇の時はこれずっとしゃがんで、パーヤを拝む。そういう話も悪くないな。見た感じ、いないか。ここはゴロンの方面だけど、必ずしもそこにボルドゴーマというかそこのボスがいるわけではないのか。これはヘドロかな。泥っぽいよね。ほらこれ何なんだろうな。俺の予想はなんかそのゾーラが汚染されてるっていう話だから、まあゾーラなのかなっていうあれはあるけど、まあここじゃないってことでいろんなところ巡ってみましょうか。いるわ。佇んでるわ。なんかこう見るとチャッチーなあいつ。まあ潰してやるか。炎ガード必要系だったりすんのかな、まあ、わかんないけど、とりあえずあいつは目玉を潰せば
終わりなんでしょう。ちょっとおしゃれなことしてみようかな。これ爆弾立て、これであいつの岩を壊しながら飛び立つっていう、まあ、まずはこれだな。来た、ボルドゴーマ。まず壊す、こう壊して、さあネクストだ。こいつの攻撃マジで弱すぎんなこうやって見ると。はい、あー、ミスってる。嘘。はい、見えない。ここ OK、 これでさあまずは目玉潰すか。白銀ライネル粉砕剣で、うわ結構硬いか。ただ削り切れる。 OK、 いいね。これは多分ぐるぐるした方がいいのかな。でもこいつ上ないからさ、どうやって飛ぶのなんだこれ、変わんねえじゃん。じゃあまあよかろう。ここで爆弾盾を持って、多分あいつ囲んでくるでしょ。それを全て壊して、これね、はい、来た。そしてここを弓矢で射抜く。さあ終わるぞ。うわ終わんね、クソ。ユンボ、ユンボ、まずここを壊して。やっぱロケット盾の方が強えか、さすがに。OK、 来た。さあここ壊して、さあ目玉、まあ、スピアでいっか。スピアで倒すんだろ、ナメップ。はい、最大ダメじゃなくていいや、倒そう。 OK、 クリア。まあ、こいつは弱いな、さすがに。もうちょっとユンボーとの絆深まればクールタイムも短くなって倒しやすいのかな。あとあのあれはユンボーのあの回転じゃないとダメなんだっけ。え、あ、これがあれか、フリザギルの顎的な感じか。じゃあこれを第五論取り付けますこの行為が果たしていいのかどうかは分かんないけど、ここら辺の武器は飾っててもしょうがないからな、使ってあげよう。ボルドゴーマルの眼脚乱脚。あ、こういう感じか、ダサいパターンね。そして74 38、強。フリザギルは36だもんな。38はやってますよ。74、いい武器が手に入ってしまった。まあそれでもやっぱりこの粉砕剣には勝てないけど、ただこいつの足はあまりバカにはできないな。そして特大結晶と、100ね。まあ粉砕系はやっぱり岩ロックとかに特攻持ってるのがなかなかいいよな、使いやすくて俺は好きですよ。あともう一体いたかな、ちょっと全部のやつ巡ってみるか。ただつけたい武器もそんなにないっていう。これあるけど、この綺麗な王家の剣だったら絶対白銀系の武器つけたいんだよな。武器というか素材か、なんなら鬼神の両手剣につけるか。ボルドハンマー。なんか一通り巡ってみたけど、さっき戦った場所しかないっぽいから、まあいっか。なんかここ怪しそうな気がするんだよな。ただまあここはゾーラの方か、ここから入るのが一番いいから、まあいいでしょ。えいたグリオークいますね。あれ結構近いか。あ、近いね。まずこの赤ピンのとこ行くか。一応悟りの桜もあるけど、まあ洞窟とか行ってる場合じゃないんだよな。あ、見つかったマジか。うわ結構辛いなこれ。しかもなんかほとんどが走行してるんだけど、何これ、バグってるでしょ。まずは走行剥がすか、これで。 OK ほとんど死んだわ。でこの風を利用して俺は飛び立つ、お前を潰す、逃がす。お、重心壊れそう。そろそろ壊れると思ったけどな。でお前も OK、 強すぎだろ。はい、ラッシュ、まあラッシュでいくか。4発さらば。これで全滅か、どう、まだいる。あ、これ全滅させなくてもいいのかしくったな。普通に素材奪ってもドローンすればよかった感じか。倒したという勲章をね。え重心の身来た。一回あったんだよな、裏でやってる時に重心宝箱が出るんだと思ってビビった記憶あるけど、まさかここでも重心が来るとはな。まあ、ちょうど壊れてたから交換といきましょうか。ひえリザルフォスがいた。怖い怖い怖い。その水ブース痛い絶対に。そしてコログだ。ここは極の白馬がいた場所だ。ここってもうガッツ人参ないのか。マーロンは曲がりなりにも馬の神だから、周りにガッツ人参が生えてくるっていう
得意体質なんだろう。じゃあちょっくら潰しますか、あいつ。腹立つし、俺のこの白銀ライネル粉砕剣で奴の首をかっ切る。まあ、グリオークはね、この絵の弓とこのロケット盾があればもう貫通できるからな。まあ見ててくださいよ、草葉さん、見ててくれよ。まずはここから1、2、3と。さあ OK で回転する。これなんかこいつの名前の表記が出る前に、うわっ、壊れた。ここで壊れるのやばいな。フリーザブレードか。はい、ここで殴る。OK。で、ここで、はい、飛ぶ。で、1、2、3。ただ名前の表記出ちゃったか。これは不覚だな。さあ、グリオーク。もうお前の死期は近づいている。怪味を考えたか。お前はここで死ぬんだ。殺させてくれ。OK。さあ、完封。ライデングリオーク。激化。味気ねえな、もう。だからこいつマジで付き合ってたらね、マジで泥沼になんだよな。だからこんな感じでもささっと掃除するように倒した方がマジでいいんすよ。はい、オッケー。そして白銀のあの剣が壊れちゃったな。これにつけるか。だから何をつけようかなっていう話なんですけど、まあ解禁してもいいか、これ。白銀ライナーの人格。まあ一応マスターソードが初陣だったけど、ちょっとね、分かりづらいからね、マスターソードは。実質、このね、初陣は、王家の綺麗な両手剣で、行きましょう。ポン。かっけえ。かっけえ。刀だ。これが月下天将。まあ、さすがにそういう、あれじゃないか、ぐるぐるになるか。あの、鞘ね、収めて、シュンみたいな、ああいう感じではないと。ただ、やっぱ俺、あれだな、才覚の方が好きだな、あの、まがまがしい感じ。ちょっとこれ綺麗すぎるんだよな。この角だったら、あの白銀のね、あ、白髪のこっちの方が俺は好きなんだよな。これちょっとマジで変えてくんねえかな。白髪と、この白銀のこの人格。これマジ変えてほしいわ。切に願う。で、火力が99と。ちょうど100いかない感じが、ちょっと辛いね。でも任天堂分かっててこういう感じの調整したんだろうな。ただこれでラッシュ攻撃すると、99の2倍だから、198でプラス攻撃アップの 1.5 倍で、まあ、とんでもないと。とんでもないラッシュ武器が出来上がったと。ラッシュ武器だったらね、やっぱり王家の剣か槍なんだよな。槍一応飾ってっけど、あれ一本限りだからあんまり使いたくないっていう思いは実はあって、どうしようかなっていう。お、戦ってる。愚痴ニザ平原古墳群 OK、 救いました。まあ、お、頑張れば、叩いたね。これ嬉しいね。流れ星出た。まあそれは僕は知ってますよ。結構眺望台からさ、降りるときにあるんだよな。一緒に流れてくるんですよ、あの流れ星というか、なんだっけあれ、あのコンペイト、星のかけらか。で、意外と集まってるっていう。今俺10個ぐらい持ってっからな。ほら10個、いいっすね。潤沢ローンですよ。で、さっきのラッシュの話に戻るけどさ、王家の剣にさ、氷雪グリオークの角、あれ、あ、出た。最強武器筆頭。最強武器筆頭来た。この先端にね、ま、煙だけとかつけたら通えんじゃねっていう俺の予想があって、ま、霊気でもいいけど、霊気はね、フリーズロットが一番強いと思うから、ま、大量に敵がいて、ちょっと不意打ちで終わらそうかって時に、これをつけて無限にこう煙を発生させるっていう。破裂する身をって書いてるけど、あ、そうか、身だから煙だけ無理なのかな。どうなんだろう、わかんない。ちょっとこれ試してみようかな。いつかなんか大軍の敵が来たら試してみよう。まあそういう意味も込めて、もうつけとこう。これはいつか絶対使うという意思を込めてね。 OK。 ちょっと見た目は妙竹林ですね。で、その氷雪グリオークがついた王家の剣で、まあ、ラッシュ取るじゃないですか。で、グリオークの角はね、属性がもう途絶えないんですよ。それを利用して、その凍結解除っていうのをラッシュ中に行うと。そしたら、もうとんでもない火力が実現できるんじゃないかなって思ってるんですけど、早くそれやってみてえな。王家の槍。まあ、試しにね、こういう朽ちた王家の武器でもやってみてもいい気はするけどね。これもしかして奥田いったー。まあ来ると思ったけど、あれは殴ればいいのかな。お、早くね、宝奥田、どうも。さ、お前は
絶対殺すと決めてるんで死んでください。あれ消えた。どこいたあいつ。逃げるな卑怯者。どこいたあいつ。うぜえ、消えやがった。まあ、また会う機会があるでしょう。その時に潰してやるか。まあ、ちょっと腹いせにこいつ潰すか。 OK。 俺は悪くない。あいつが悪いんだ。俺を怒らせたあいつが悪いんだ。恨むならあいつを恨め。こっからちょっと雰囲気が変わってきますね。まああっち方面は次回やるとして、やっぱここら辺探索したいよな。お、赤い通気。これでなんかいろいろ魔物も増えてんだろうな。まあ、俺が一番楽しみなのはやっぱね、武器かな。朽ちた武器が復活してどう変わるのかっていうガチャ感覚がすげえ楽しみ。しびれリザルか。ダリーナ。うわ、もっとダリもっとダリーナ来た。え、放電する。おお、いいね。さすがしびれ。しかしあまり猿には関係ない。はい、かわす。まあ、フリーザエッジで。いやつ強すぎて草。さあ、お前の尻尾とか汚してくんないか。お、いいね。なんかさ、あの赤リザルの尻尾だけすんげえ出にくいんだよな。めちゃくちゃ倒してもさ、今2個ぐらいしか持ってないんだよな。絶対もう10体以上買ってんのに。そして鎧ガニ、10体以上買ってんのに鎧ガニですよ。これコロッか。わかりづらいな、これ。このビーチ、まあ、え、これ何、洞窟？バグじゃないよな。あと装備があるぞ、これ。ただこれどうやって上上がればいいんだろう。普通にロケット立てで上行くか。もうちょっとなくなりそうだけど。まあ、背に腹は変えられんと。おお、発見。パファー海岸の天井靴。だって。こいつなんか慌ただしいな。はい、かわす。まあ、普通にやるか。待って、バンズか着させてくれ。はい。3、4発ぐらいで死んだ。ここで手に入る装備って何なんだろうな。クライム系とかどうかな。バンダナとかなんか海賊感あって、ちょっと良くない？そして早速、ありました。何でしょうか。ファントム。マジか。ファントム来たか。ブレワイだとね、序盤で手に入る、クソ有能装備だったけど、いらないんすよね。火力アップは。鬼神もあるし、満足もあるし。もう供給過多ですよ。火力アップも。なんならもう、黄昏の勇者のセットボーナスもあるしな。で、ここは迷いは、どうですか？ん？あ、そこにいたの。気づかなかった。こいつ泣く、なんか、条件とかあんのかな？ここにいても全くゲロゲロって聞こえなかったけど、ちゃんと目にしないと泣かないとか、そんなのある。これは岩奥田だ。こいつどうやってさ、先手必勝すればいいんだ？あ、いけるか。ガンってやって起こせばいけんのか。そして宝箱だからルピーが美味しいですね。お、ヒノックスパイセンだ。懐かしいな。タラコ、さあ気づいてください。で、まずは攻撃を食らそう。それか。それは悠長。そしてぐるぐる回る。あ、火力がいいね。さすがフリザゲイラ。フリザゲイラとロ、これ賢者、いや違う、黄昏の大剣か。60何歩だからな。60何歩。まあ俺にとっちゃ普通ぐらいの火力だけど、まあ強い方ではあるよな。うわ、これ全部、あれか、ゴーレムの拠点か。あれとか多分宝箱しかないっしょ。うまみ。あんまりやる気はないけど、ちょっといい感じに空島来たから、これに乗って探索するか。おお、地上へ。結構こう見るともう近いな。魚取り。まあ俺はちょっとここだけ見て、なんかいいものがあったら、取ろう。失礼します。アホだな、お前。気づかないか、俺の存在に。大砲。いらな。怖いです。おっかねえわ。帰ろ。おっかねえから帰るわ。フィローネ次回。来たな。ここはなんか、木がありすぎて、何が何だかわかんねえんだな。まあもう素直に道なりに進んで、なんか見かけたらやるっていう感じでやるか。いちいちなんかくまなく探したらマジで、日が暮れちまう。あ、いたな。ルミ。そして洞窟。やっぱ洞窟あるよな。確かここの道の先にね、馬宿があったから、馬宿行くまでやろうかなと思ったけど、ここら辺だったよな、確か。遠いな。え、なにこれ。フィンラスの遺跡靴。なんか、言われとは、わけが違うぞ、ここ。電気、
通電？ああ、回しておかないとダメ系か。風で回るのかな？やってみるか。回るわ。OK。で、これ開けると。Now and now, OK。これ、洞窟だよな。じゃあ、迷いがいて、叱るべきだと思うんだけど。これなんか、トレルフしろって、そういうこと？一応声は聞こえる。ゲロゲロって。いや、あったわ。これか。これが正解か。はい、おはようございますと。ただなんか、トレルフでも行けたような気がするけど。いただき、落とし物、落とし物。またルーミーだ。やばいな。洞窟のオンパレードかもしんない。これか。こんなちっちゃい洞窟があったなんて。で、これも遺跡こう、遺跡靴言いづらいけど。うわぁ、なんかこれ。一応迷いを見つけたけど。これをはまったらどうなの？え？わかんない。何が起きた？開いた。あ、これなんかスピードに乗って、走り抜けろっていう、そういうことですか。だから多分こういうのを使うんだろうな。これにロケットとかつければ、いけるんちゃうの？いけ？じゃあ。うん！いけました。で、中身が？ゾナーエネルギーと。クリアしたらもう、開きっぱなんだ。ありがて。あ、下か。下ですか。これはやられました。上ばっか注目させといて、次は下っていうね。やるやないか。一本取られたよ。あざす。迷いも、もう、正直いらない。迷いもいらんし、コログもいらんし、何のために収集してんのか、もはやわかんないっていう。ただなぜか体が勝手に動いちまう。心が叫びたがってるんだ。ん？肉丼、肉おにぎり。こいつなんか見たことあるな。え？怖っ。なんか投げられた。戦ってるわ。まあ、頑張ってくれや。そしてまた、迷いか。あ、このつけたやつに反応してんのか。やっぱりこの素材にも反応するんだね。これか。これも見つけづらいな。フロリア川上流の遺跡靴。また謎解きですよ、これ。お、来た。こういうことか。この杭、なかなかに使えるよな。そして、迷いさん。ここも結構迷い簡単に手に入るから、いいっすね。迷いポジですよ。そしてまたルーミーか。めちゃくちゃ洞窟あんな、ほんと。遺跡靴のオンパレード。いや、違うのか、これは。ちょっと風貌が違うような。斬撃か。樹海サージョンの洞窟。あ、違うっぽいね。趣が。そしてこれは装備が置いてあるぞ。あ、これあれだな。多分霊気の実で凍らすやつだな。これディズニーじゃん、これディズニー。ディズニーでこういうアトラクションあったよな。で、やつは。こっちに来る前に溺れさせると。OK。OK。あいつらバカだな。なんでこんなところに生息してるんだ。これ何これ。謎の物体。これなんて言うんだろう。丸太なんかアスパラみたいな。アスパラみたいな見た目してますけど。はい、来た。この、ちょっとした急斜面がスプラッシュマウンテン身を感じさせる。これはまあ行ったことある人しかわかんないけど。こんな感じのやつあるよな。フェイントかけるやつ。ここでライクライクか。ダリーナ。まあお前はルビーで。燃えなさい。うっ！待って、ちょっと草が邪魔で見えない。はい。間に合って。で、やりやりへ。一発か。獣柄の盾。かわいいやつ出てきた。純粋な疑問なんだけど。獣柄の盾とか使う人いんのかな？全く使おうと思わないんだけど。あ、迷いだ。これが終着点かな？先手必勝。潰しとこう。あれ、ここね。オッケー。お、すげえ。ワン、ツー、スリー。あ、スプラッシュマウンテンの最後。一番怖いやつ。そして迷いと。これで、あとは、これか。まあ、さっきの流れで言うと、やっぱファントムの胴とか足になるのかな。お願いします。あ、ラバーか。ここでラバーが出てくるか。貴重そうなアイテム入手エフェクトなかったけど。どういうことなんですか。まあ所詮はラバーっていうことなんですか。上行きましょう。ちょっと祠そろそろ見つけないときついんだよな。もうゲーム開始して8時間以上経過してますけど、そろそろ区切りをつけないと体力が持ちません。で、これ結構いい場所来ちゃったな。ここに来てずっと
右の方行ってたってわけか。多分あれが馬戸で、ここがほらってことか。だからちょっとうまくピンが刺すね。お、あれ白髪じゃん。白髪ライネルちょっと珍しいな。白髪だったら戦ってもいいだろう。え、なんで構えてんのあいつ調子乗るなお前。射程の暴力しようとするなお前。さあ武器は、まあ、普通にフリーザエッジでいくか。はい、まずラッシュを決めていく。いい火力。そして来たツノコ。あ、やべ、ちょっと待って、今なんか変なとこ見てた。はい、で、あ、弓ちょっと変えるの忘れてたな。間に合うか。間に合っていく。2、3で回収して乗ると。でさっき手に入れたこの99が火を吹く。1、2、3、4、5、6。いいね。もう沈めるかこれで。じゃあ乗った。オッケー。まあ一発縦受けしちゃったけど、まずはご愛嬌ってことで。ここは白髪だったか。まあ結構ね、角とか強化で使えそうな雰囲気あるから、まあ持っておいて損はないと。これバフついてない弓はさ、奥田に食わせたらバフつくのかな。なんかそれの確認も込めて一回持ってみるか。まあその答え合わせはまだ次回っていうことで、まあとりあえず今日はあそこの祠行って終わりますか。女獣の祠。つなぐ架け橋来た。まあこういうのはあそこでもやったよな。ヘブラの方でもこれ繋いで登っていくと。オッケー、こういうことか。これ合ってるのか分かんないけど、まあいいでしょ。え、何これ。ちょっと待って、こうして巻いたらすり抜ける。これ何、謎の現象起きてますけど、まあいいか。これにつけろっていうことなんか。これで重みで引っ張ってくれると思うんだよ。ここにつける。でここにかけると。オッケー、これで橋がかかった。さあラスト、あそこの宝箱を取りたいと。まあこれできるか。楽勝だな、ここ超楽勝じゃん。一番最後が楽勝なんだけど。そしてゾナニウム、これで、はい、宝箱クリアと。お疲れ様です。はい、ゼルダのゴマダレ。さあここは終わりと。ティアーズ・オブ・ザ・キングダム16日目やっていきます。ってことで今日もこのフィロネ地方攻略していって、まあ、目標はやっぱここっすかね。今日中にここに行って何か謎がありそうなんで、まあ、やっていくと。で今ここにいるんですけど、確かここら辺に馬宿があるんで、まずは馬宿の攻略をしていく。攻略というかまあ探索ですよね。レイクサイド馬宿。まあなんかチャレンジとかあるでしょ。ペーンとかあると思うから、まずそこからだよな。あのどっしりとした体つき、そしてあのずっしりとした佇まい、もっと近くで見てみたい。なんならちょっと触ってみたいもんだな。これあれじゃないの、ゼルダのあの白爪のやつでしょ。向こう岸に気を取られて気づかなかった。生き物に興味ある口かい。ある生き物。お、なんだ。え、あれはな、ドンゴって言って、この辺りで最近見つかった新種の生き物。全く新種の生き物なんだな。なるほどな。向こう岸で世話になってる姉ちゃんがいろいろ詳しいから、気になるなら聞いてみるといいよ。ほう、まあ、ちょっと後で行ってみるか。この間馬宿に立ち寄った二人組が変わった生き物を探してるって言ってんだ。何でも局の白馬ってのと馬の神。ああ、これやったな。まあ、それはもう全部終わってるんでいいとして。あれ、ペーンどういった。ペーンいないとちょっと話にならんぞ。あとここはずっと雨だな。雨ちょっとやましたいけど、どっかなんか洞窟的なサムシングないですか。確かこの裏側にさ、あー、雨ここらへ繋がるね、穴があったんだけど、あれはもう廃止されたか。井戸行くか。え、あれ、何これ。井戸なんもないじゃんこれ。だから下に明かり掘らう方がいいんだよな。なんだこれ、雨が止むまでっていう感じなのかな。どっか洞窟があって、なんか水を抜くイベントがあると見た。それがさっきの新生物のとこにペーンがいるっていう可能性ある。それ信じて行ってみるか。ただちょっと雨だから、焚き火で雨が止むまで待ちましょう。お、快晴じゃなかった。雨でした。こういう時昼にするんですよね。右下の天気予報を見て、あ、もう次昼にすれば雨止むなっていうのが分かるから。え、宝石がある。そして不思議な生き物。どうした。あら、あなたよくここまで来られたわね。
ここはゼルダ様が発見された新種の生物ドンゴの宝庫。ドンゴはまだ世界で5頭しか見つかっていない貴重な存在だから、触るならそっとお願いね。見た目はちょっと怖いけど、意外と性格は楽しいから大丈夫。姫様もドンゴの、生態観察のためにお出かけの際をよくお供に連れて行ってた。なんかトレーラーかなんかで、こいつ連れてる描写あったっけ？一番最初のトレーラーでなんかね、馬のような生物が荷馬車を引きずってる描写あったよな。それぐらい温厚で人懐っこい生き物。頭がいいんだろうな。ゼルダ様が怪物に乗ってたとか、そんな噂があるって聞いたけど、多分それこの子たちのことだと思う。おあ、ペン、ここでペンが来んのか。あら。あらって。ここまで聞きつけてくれるんだな。こいつ、シンバリッタ馬戸にいたはずなんだけど、何やら珍妙な生物がいるようだが、相棒もこれ取材を。珍妙。お前も十分珍妙だけどな。何こいつが例のゼルダ様が乗ってた怪物だった。怪物ではなく、ドンゴという新種の生物だった。そのドンゴの研究をしていたのがゼルダ様。はい。ごつと怖いものだ。鋭い牙や山のような巨体って話は、すべて尾ひれだったってわけだろう。まあ、噂ってのはどんどんこう誇張されていくからな。恐ろしいもんで。俺たち記者も間違った記事を書かないようにしないとな。本当だよ。メディアね。メディアの闇が今語られてますよ。11件目。さあ、これで取り分。100ルピー美味しい。買わず、かなり奮発。おお、ボーナスでまた100とかやばい。奮発してるわ。サラバードと。10、何個だっけな、ほんと。馬だよって。多分次あたりで買わず意識揃うんじゃないかな。そして俺はこいつを取ってみる。ドンゴ。かわいいな、確かに。おとなしそうな生き物ですよ。ここへ来て新種の生き物が出てきたけど、どういうことなんだろうな。で、これは何？これ。あ、宝石持って行っちゃダメよ。まあ、それはそうだろうな。ドンゴの生態を解明するで手がかりになる大事なもの。どういうこと？理由を話すとちょっと長くなるんだけど。たまたま拾ってきた夜光石をポロッと落としてしまった。そしたらドンゴがドスドス近づいてきて、パク食べちゃったのよ。夜光石を。ハンニョムチキンパクって感じか。何にも食べない子だったのに、よりによって夜光石って驚いたんだけど、ドンゴがいた場所になんと宝石が転がっていた。え？こいつに夜光石食わせたらさ、宝石が生まれるってこと？どこから現れたのかは謎だけど、夜光石を食べたことと無関係ではないと思う。謎を大きいドンゴの生態の貴重な手がかりだから、それは触らずそっとしておいて。ちょっと食わせてみるか。なんか夜になったらね、角が光ってただよな、多分。俺が見た感じだけど。夜光石は割と持ってっから、食べさせてみましょう。どうぞ。お、動いた。かわいい。パクパクと。で、吐き出すのかな？宝石を。違うか。それとも、ポロって出る。後ろからポロって出ない。あ、それかな、これ何個か食わせないといけないのかな。まあいいか。食わせてみよう。噛み締めてるわ。これ今3個目なんだけど、どう？ 3 個目で。まだ欲するか、お前。これなんか、これいいのかな、これ。なんか、もったいないことしてるような気がするけど。懐く、その描写があんのかな、犬みたいに。ハートがなんか、ポワーンみたいな感じで。それか、こいつが宝石の場所まで案内してくれるっていう展開か。え、それは違うか。さっきからなんか、すごい声聞こえるんだよ。笑ってる声が。さあ、そろそろ、もういいんじゃないか。5個目だよ、5個目。ダメだ。ずーっと食ってる、こいつ。あれ？夜光石食わなくなったな。ちょ、もう一回渡してみよう。もうお腹いっぱいか？あ、なんかあくびしてるわ。眠そう。で、しばらく待っても、食わないと。まあ、これ食わせたから、ちょっと時間伸ばしてみるか。朝までとか、まあ、夜にしたら、いいのかもしんないけど。まあ、特に変化は、ないと。わかんねえな。結局夜光石5、6個無駄にしただけか。あ、ほら見て。光ってる。多分夜光石食ったらこういうところが光っていくっていう、まあ、ホタル的なね。そういうことでしょ。あ、向こうの方にもいるんだ。5頭って言ったから、あ、ほんとだ。ちょうど5頭いるわ。まあ、ようわからんから、ここは後でいっか。いった。びっくりした。お前は絶対食う。絶対許さん。クソびっくりした、今。なんか宝箱があるようにも見えなかったから、ただのホラー系だった。ここら辺本当に地形がデコボコしてるから、上の方に祠があると嬉しいんだけど、まずここら辺攻略して、で終わったら、双子山からこう降りていくっていう、そういう感じで行こうかな。そっちの方がアクセスしやすいし、上の方に祠があったらね、また再探索するときに便利でしょ。で、お前らは許さねえと。さらば。やべ、コログ祭りだ。コログじゃない。奥田祭りだ。始まってるわ。もう俺が許さないけどな。